こういう格好とか提案してるとね、洋服と混ぜないでくださいみたいな、着物はきちんと着てくださいみたいな人いらっしゃるんですけど、普段着なら良くないって思うんですけど、 TPO は大事ですよね。冠婚葬祭の時に相手の方のためにするファッションっていうのはあるので。だけどね、こちらの写真見ていただきたいんですよ。100年前の写真なんですけど、これで良くないって思うんですよね。洋服着たい人は洋服、和服着たい人は和服、ミックスしたければミックス、もうそれがファッションじゃないのって思うわけですよ。曲がりなりにもね、10年この世界で生きてきて、周りの職人さんたちもみんながもっと普段に着物を着てくれたら嬉しいなって、こういう格好とかも提案したりしてるんですけど、誰もダメこれもダメって言ってるから、みんな和装離れしていくと思うんですよね。